こんにちは、田中です。今日なんですけど、僕の顔がちょっと変わったんじゃないかっていう疑惑について雑談みたいな形で語っていこうかなと思います。なんかこんな感じで顔が変わったみたいなことを言われてるのがたまに目に入りますね。で、昔の僕の顔っていうのはこれで、まあ、今の僕の顔がこれですね。まあ、確かに変わってるかもしれないですね。で、なんでこんな変わったのかっていうのを考察していこうかなと思います。顔が変わるって言ったらやっぱ整形かなって思うんですけど、まあ、整形説はあんまりないかもしれないですね。僕の記憶にはないですね。まあ、ただなんかそれを洗い出してたら、あ、そういえばここいじったなっていう場所が2箇所あったので紹介していきたいと思います。まず歯ですね。僕幼少期は歯の矯正とかはちょっと親がケチったのでしてくれなかったっていう感じですけど、まあ、大学生になってちょっと自分の歯で気になるところがあったんですよね。まあ、こんな感じでちょっとスキッパっていう感じだったんですよね。で、これちょっと矯正したいなみたいな風に思ってて、大学生だったんでもしかしたらこれが良くないだけでこういう歯を整えれば僕にも青春訪れるんじゃないかなみたいな希望があったんですよね。あと就活とかでもなんやかんやなんか見た目とか大事かなっていう、そして悪そうな子よりかはやっぱ育ち良さそうな子を取るかなみたいなのもありますよね。いや、でも矯正って結構高いよなーって。で、噛み合わせはなんかそんなに悪くないような気がして、いろいろ検索とかして矯正しなきゃいけないほどのあれではないのかなっていう、するとしたらやっぱ審美治療みたいになっちゃうのかなっていう感じで、保険適用とかはないっていう感じで、高いじゃないですか。50万円か100万円とか結構するので、まあ、どうなっかなって思ってた時に見つけたのがダイレクトボンディングっていうやつでした。レジンというプラスチック素材を歯の表面に塗り重ねて歯の色や形を整える治療法ですとのことで、まあ、歯と歯の隙間を詰めたり取り組みやすい審美治療と言えますっていう風なことが書いてありますね。で、当時アルバイトで稼いだお金を握りしめ実際に行ってきた結果こんな感じになってます。まあ、結構綺麗な感じにしてくれて、ガチャガチャ感がなくなってますよね。費用なんですけど、これ単体は5万円くらいなんですけど、まあ、歯医者さんって結構通わせてきますから、やる前に歯のメンテナンスと称して結構通わされて、なんか4回か5回ぐらい通わされてやってくれるっていう感じで、なんか合計で9万円くらいなくなった記憶があります。でも矯正するより普通に安上がりで良かったなって個人的には思います。他にデメリットがあるとしたら、まあ、歯の幅がちょっと広がるっていうのがありますね。僕はもともと前歯の幅が広かったんですが、これをやって結構幅が広くなってるっぽいです。でも綺麗にやってくれたのであんまりわからないですよね。後で矯正とかしたくなってもこのレジンは簡単に取れるみたいなんで、とりあえずやってもいいのかなっていう感じはしますね。で、これはやった結果なんですけど、まだ工学部だったんで、まあそういうモテるようになったとかは一切なく、普通に卒業しましたね。はい、終わりです。僕の下唇なんですけど、ちょっとぶっくりしてるんですよね。気を抜いてるとちょっとこんな感じでビローンってしちゃうんですけど、まあ、これはですね、小学校の時にいじられてたのかいじめられてたのかわかんないんですけど、クラスメイトに持ち上げられてて、で、パッて手を離されて、床に唇が激突したんですよね。そしたら唇が破裂しちゃって、血がすごい出て、何針か縫ったみたいな感じがあって、なんか未だに唇の中にその時のしこりみたいなのがあるんですよね。まあ、それでちょっと唇が膨らんだ、プチ整形になったかなっていうのが、ありますね。結果としてなんか唇ぷっくりみたいな感じになったので、まあ悪くなかったんじゃないかなと思います。小学生時代の出来事なんで、あんまりそのビフォーの記録が残ってないんですけど、昔はもうちょっと僕の唇が 薄かったっぽいですね。これまで挙げた2つは YouTube を始める前のいじった部分みたいなところだったんですけど、 YouTube を始めた後に顔が変わってきた理由みたいなのを考察していこうと思います。まず一つ目はやっぱ老化ですよね。人って普通に顔が変わるっぽいんですよね。はじめ所長とかも全然顔違うじゃないですか。誰ですかっていう感じですよね。ヒカキンさんとかも、まあこの頃のヒカキンさん全然やっぱ今と印象違いますよね。あとは、まあ、ポール・マッカートニーとかも個人的になんかもう昔と全然顔変わってるよなって思いますね。
ということで、なんか定期的に記録を残し続けてる人がいないっていうだけで、人っていうのは顔が変わるものだ説っていうのが結構つまんないんですけど、まあ、有力説ではありますね。僕なんかは今まで苦労してきてなさそうな顔みたいなこと結構言われたんですけど、 YouTube を始めたら、まあ、なんかいろいろ投稿でいろんな、なんか編集動画作ったりしなきゃいけないとか、なんかいろいろあって、ちょっと疲れが顔に現れてきちゃったのかもしれないって、老化したのかもしれないですね。あと有力なのは、たまたま YouTube 始めた時が結構貧困で辛そうな顔してたっていう可能性もありますね。まあ、さっき出した大学生の時の僕ですけど、意外とこっちの方が今に近いんじゃないかっていう感じもしますよね。僕社会人1年目の時は割と初めて一人暮らしを始めたっていうのもあって、結構節約をしたくて、毎日卵かけご飯、納豆ご飯だけ毎日食べて、なんか1日300円生活みたいなのをしてたんですよね。そしたらなんか健康診断で結構良くないですよみたいなのが出たりとかして、仕事もなんか、この先どうしたものかなっていう思ってたっていうのが社会人1年目時代だったので、その後 YouTube 始めてちょっとずつお小遣いが稼げるようになってて、なんか松屋とか毎日食べるようになって、顔がちょっとふっくらしたのかもしれないって思いますね。だからたまたま YouTube 始めた時がゾンビ化してただけっていうのは結構あるんじゃないかなと思います。カメラの焦点距離と歪みを理解したというのも割と影響は大きいかなと思います。カメラには画角というのがあって、焦点距離の数字が小さいと撮影範囲が広くなって、この数字が大きいと撮影範囲が狭くなるらしいんですけど、画角が広いと写真が結構歪んでしまうっていうのがあるみたいで、スマホに3つぐらいカメラがついてると思うんですけど、望遠レンズ、メインレンズ、広角レンズとかで結構写り方が変わったりするんですよね。だからやけに自撮りするときにブサイクになっちゃうみたいな人は、なるべく広角レンズは使わない方がいいっていうのがあるみたいです。最近は歪み補正も割としていて、例えばこれなんか僕の顔がもう割とレンズ端っこにいて顔が歪んでるんですけど、レンズディストーションっていうのでちょっと歪みを直して、なんかこんな感じにするとちょっと顔がマシになる感ないですかね。昔はこういうのも全く気にしないで顔を歪ませてたんですけど、ちょっと修正するようになっちゃったっていうのはあるかもしれないですね。髪の毛も割と変わったかもしれないです。 Vlog とかを結構出してた頃に住んでた家が交通の便が悪くて、いつも家に帰ったら汗だくになっていたんで、それで動画とか撮り始めると、なんか前髪がべちょべちょみたいになってるんですよね。それが、まあ、最近ちょっとなくなってきてるかもしれないっていうのはありますね。あとちょっと調子に乗ってその美容室とかに行くときにパーマとかをかけるときもあるっていう、確かに昔ぺったんこだった髪の毛が躍動感を表しかっこよく見えるようになってるかもしれないっていうのもありますよね。なんか生きてパーマをして世界史の動画みたいなのを上げたくらいから視聴者が増えたなっていう印象があったので、容姿を整えておくと自分の利益につながってくるかもなとか思っちゃって、ちょっと気にするようになったかもしれないですよね。まあ、普通に人に見られてるって思うと、なんか今まで気にしなかった部分とかも気にするようになって、いろいろ気になっていくかもしれないですね。まあ、でも今はそんな顔にコンプレックスがあるとかもないので、整形とかは何も考えていないですね。以上です。